おはようございます。高井美希です。日本が世界に誇るものの一つ、ゲームは年々進化し、ファンを魅了し続けています。今日は大阪に拠点を置きながら、日本を代表するゲームメーカーに成長させたリーダーに迫ります。今や国境を越え、あらゆる世代を魅了するゲーム。群雄割拠の業界で世界的ヒットを次々と生み出す会社が大阪にある。総売上本数8200万本を記録し、ハリウッド映画にもなったバイオハザード。1987年に発売した対戦格闘ゲームストリートファイター。今年1月、世界同日発売したハンティングアクションゲームモンスターハンターワールドは、発売からわずか3日でシリーズ最高となる500万本を売り上げた。創業から35年、今や3000人の社員を抱え、売上高871億円を誇る。会社は大きくなったが、社員とのコミュニケーションは欠かさない。プライベートではカリフォルニアでワイナリーを経営。全く畑違いの業界でも存在感を示す。77歳になった今も実に精力的だ。大阪、東京、海外を行き来する生活を難なくこなす。じゃあ10年先、20年先、上もどうなんです。そんなん全部頭の中入ってますよ。まあ、でくんやったら200歳ぐらいまでやりたいんだけどね。私の考えてる思いが200年過ぎたら結局ありがたいかなと。世界を席巻するゲームを作る。幾多の困難を乗り越え、さらなる成長戦略を練るリーダーを追った。ゲーム界でも数々のヒット作を生み出しているこのカプコンなんですが、おはようございます。お待ちしてました。毎日放送の高井と申します。辻元ですから。よろしくお願いいたします。ちょっと私、ゲームは全然詳しくないんですが、会長もバリバリされるんですか？いやいや、私のやってるゲームはちょっと種類が違うんですよ。種類が違う、マネーゲームやってますから。マネーゲームかっこいいですね。おっしゃることが、やっぱり3000人の社員をちゃんと養わんといけませんので、そっちの方やらないとね。そっちの方がもっぱらで、なんかこちらにいっぱいソフトがあるんですが、そうですね、辻元さんの思い入れのあるものはこの中でどのあたりですか？これはもう一番最初の結局任天堂のファミコンの8ビットですよね。ファミコン、ですから、もうキャラクターも小さいですし、今日最新のものもなんか見せていただけるそうで、モンスターハンターのワールドですよね。こちらですね。これはですね、もう結局表現力がもう全然、ハリウッドのやっぱり映画に負けないぐらい、どんどんグレードを上げていってますからね。じゃあ実際に、本当はこれ、60インチの 4K でやるともっと綺麗ですよ。全然慣れてないんですけど、これ動かすのはこう、上動かしてください。ああ、すごい滑らかに動きますね。本当に綺麗ですね、ちょこちょこちょこっと、あ、もこうホタルみたいな飛んでしょ、そっちの方向いていくんですよ。ああ、いける、すごい。これをやっつけなきゃいけないんですね、私は。邪魔するぞ。なんか臨場感がすごいですね。会長、私痛そうなんですけど、私でも1月に発売されて、なんか3日間で500万本も売り上げて、そうですね、世界ですからね、まあ、大体予想してたんですけど、それ以上になってますね。
最初は会社作られた時はご自身がこう立ち上げてこう追う立場ですけど、今こう追われる方の立場になるほど成長されていかがですか。追われるという気はないんですけどね。どうですか。逆にこっちはやっぱりその5年10年先をかけてるんで、5年10年、だから結局そういうことです。だからこれなんかもやっぱり5年やっぱりかけてますからね、でこれからはもうここのレベルが出てくるとこれに対してずっと積み上げでやっていきますけど、やっぱり一つの段を上がるためには5年ぐらいかかなきゃいかん世界になります。カプコンの強みっていうのはどういったところですか。そうですね、やはりあのインターナショナルでやっぱり通ずるような商品作りいうのはね、あのうちの一つのまあターゲットなんですよね。お客さんが今全体の 20% が日本で 80% 海外ぐらいまで来てますよね。1940年奈良県橿原市に長男として生まれた。中学2年の時に父親が他界、昼間は仕事をし夜間の定時制高校に通った。高校で習った簿記に興味を持ち、卒業後は経理の専門学校へ。この頃から数字にはめっぽう強かった。20歳を過ぎた頃、叔父から菓子問屋を引き継ぎ辻元商店を開く。だが700万円の損害を出し、3年で店を畳んだ。商売の難しさが骨身に染みた。しかし諦めなかった。25歳で家族と大阪へ。駄菓子店を開業し、当時珍しかった綿菓子機を置いたことが後の人生を大きく変える。その綿菓子をするのに並ぶんだよね。結局そうして自分で作って、まあ、うまくできないけどね、でも自分で作って遊ぶ、そういうやっぱりこれからなんかやっぱりエンターテインメント性があるもんがビジネスなんじゃないかなと。綿菓子機に夢中になる子供たちを見てひらめき、ゲーム業界に足を踏み入れる。ゲーム機のレンタル会社を立ち上げた。チャンスは70年代後半に到来する。インベーダーゲームの大ヒットだ。いち早く発売元の台東とライセンス契約を結び、据え置き型を発売すると、喫茶店から注文が殺到。あっという間に100億円を売り上げた。ところがブームは1年で去り、今度は10億円分の在庫を抱え、その責任を取って社を去ることに。ある程度のところまで行くと、もうそれは次の、まあ、の結局マーケットに変わっていくんで、ゲームは同じもんが結局10年も100年も続かないですね。そうするとものづくりの方に力を入れたのがカプコンなんだよね。何度失敗してもくじけない。1983年、世話になった台東の社長に1億5000万円を借り、ゲームメーカーカプコンを創業した。今から連れてってくださるのは、これははい、私の作ったワインをテッシングする店なんですよ。そうですか。建造エステートは辻元さんの建造ですね。もうかなりこだわりのワインなんですか。これも世界一。世界一ですか。もう何でも世界一を作らないと気が済まない。なんか素敵なお店なんですけど、目の前がもっと素敵なことになってまして、はい。フォアグラとね、はい、こう漢方柿ですから。フォアグラの上に干し柿乗ってるんですか。そうなんですよね。まあ、なんかおしゃれなことになってます。うん、ワインに合う結局あてをいろいろ作ってありまして。じゃ主役はあくまでもワインなんですね。もちろんです、もちろんです、うん。もう香りがすごい広がってるんですけど。うん、ボルドーに勝ちましたよ。美味しいですね。うちのフラグシップ愛ですよね。世界ランキングで言ったらトップクラスに入ってますから、ね、世界のトップ。ただどうしてまたそのゲームの会社ですよね、もともと辻元さんやってるし、ね、カプコンは。なのにワインを手掛けられたのは何でだったんですか。
うちのゲームの会社は85年にはシリコンバレーにもう事務所出しましたね。それからずっとそこで結局業務用の基盤を売ってました。アウトドアもいうことで、はい、まあ、うちのアメリカの会社はこの土地を探してきてね、乗馬クラブやってましたね。乗馬クラブ、この広大な土地ですよね、でやってたんですけど、うん、結局そんなビジネスならないでしょ。そうですね。で最初20億ぐらいで買ったんですけど、もう7、80億ぐらいのこう借金になってね、はい、で個人でね現金でそれ全部買い取りましたね。その80億ぐらいの部分ですか。そうカプコンとして持っていた土地を、もう辻本さんの、うん、辻本健三の個人のものとして買い上げたってことですよね。どれくらいの広さあるんですかその土地。今ここ言って大阪府北区でしょ。ここ、はい、北区と同じだけあります。北区まるまる、東京では中野区と同じだけなんです。東京の中野区もしくは大阪の北区をサンフランシスコでお持ちってことですよね。そうですね。いただきます。うん、おいしいね。もう柔らかいお肉。お料理いただいたらやっぱりワインにいっちゃいますね、手が。育った木を一度全部抜かれてもう一回なんか一から作られたんですよね。そうなんです。一番やっぱりプロのピッチングのプロに聞くと、ここはいいとこだけどこれじゃダメだから言って、じゃあお前さんやってくれたら、その一つだけ条件あるの、全部引き抜いて一からやり直しでいいか言うから、ちょっと前で14万本植えてあるんだけど、もう植えちゃってしかも育ってたんですよね。もう一回収穫したんですね、はい。まあ、あの理由が分かったんで、理由、ダメな理由はね、やっぱり物事というのはね、やってみてダメやということを早いこと分かる。そのダメという理由は何かと分かったら、やりかえりゃ済むんでしょう。それはやっぱりビジネスにも通じるものなんですか。もう全てですね。全て。だから私は資料見てるのは数字ばっかり見てるけど、一番問題はどこしか見てなくて、うまくいってるとか見てないんです、あんまり。それワインとゲームの共通点みたいなものは何かあるんですか。ああ、もうよく似てますよ。似てますか。あってもなかったも言うもんやけど、これほどあったら楽しみはないというのは両方ともね。どちらも。そうですね。で、そのためにトップを目指し。そう。さらにね、上を目指しましたね。もう辻本さんは、でももう、二十歳過ぎからご自分で最初に会社を起こされてから、もう随分と長きにわたって経営者でいらっしゃいますけれども、企業のトップとしてここが大変というところはどういうところですか。企業を持続して成長させるということが大事ですよね。持続で、持続させて成長させるためには、うんと先を間違いなく読んでね、そっちに向かってやはり少しずつ会社のやっぱり技術なりマーケティングの変化させてながら、やっぱり5年経った時には一つ上のとこにいてるということが社員もみんな分かるようなね、で一つ上にいてるということは、結局他ができないことはちゃんとやり遂げたとか、ただし他のできないことをやるということは結局人のしないことをやるんで、これもはっきり言って大変なことですよね。その評価というものがまあ結局数字で表れるわけですけれども、そうですね、モンスターハンターもあの新しいのは本当に3日間で500万本、3日で500万円、1週間ですよね。1週間で500万円のは、これは世界があるからですね。さらに広がりますから、日本からそういう発信ができる。昔はほとんど日本製、任天堂やとか我々がマーケットを抑えてましたけど、もう韓国も中国もアメリカもやはりね、いろんな国があのそういうもん食料になりますから、その中でやっぱりブランドを残して世界でストリートファイターとか、結局マンスターハンターとかバイオハザードとかいうブランドがやっぱり20年30年残るブランドにしないといけませんよね。それのためにストリートファイターハリウッドで映画作って、まあ、25年でも映画の続いてますし、バイオハザードは6作作って、モンスターハンターは今からハリウッド映画作りますけど、これもできるとそういうようなことで、そうするとブランドをタイトルブランドがずっと世界中でやっぱり何年も残りますから、これが結局非常に作ろうとしては一つブランドができてるものを作っていくので、中身は少しずつ変えていかないといけませんけど、はい。カプコンを立ち上げられてからはずっとここまで3000人もの社員を抱えるほどまでに成長されましたけれども、
もともと、まあ、中学校の時にお父様亡くされて、定時制制高校に通ってその後ご自分でお仕事もされてて、やっぱり相当いろんな苦労もおありだったんじゃないですか。そうですね、うん、一日を二つの人生で動いてますからね。一日二つの人生、うん、お仕事と学校と。そうです。で、まあ、結局5時までは仕事してて、5時から学校行くんでクラブやった頃は帰ってくるんですね。入れ違うんですけどね、まあ、彼らと同じそういう勉強で戦ったら体壊すから、もう勉強はしないということを決めましてね。とにかく高等学校は通常するけど、その代わり経理とかそっちの勉強だけしました、ね、経理の勉強で商売を結局ね、これから勉強していくんやという方に入りましてね、実務的なね、はい、でも二十歳過ぎられてからご自分でもビジネスを始められましたけれども、まあいろいろ失敗しましたけどね、いやいい勉強しましたね。人生は平坦ではなかった。挫折のたびに支えになったのは高校の卒業アルバムに残したある言葉だった。30代後半、インベーダーゲームで大儲けした。だが、ブームはわずか1年で終焉。事業は立ち行かなくなった。でもあれ本当に一世を風靡したと言いますか、私、あの弟がいるんですけど、家から出てちょっと行って角曲がった喫茶店でもうあのこのテーブル式のインベーダーゲーム、また行くのって言って母に叱られながら行ってましたけど、もうみんながやってましたよね、あの時は。そうですね、今のスマホぐらいにもやっぱり人気があって、なんか売上高100億あったんですよね。そうなんですね、あの大変な時代でしたね、でその100億でもう本当にこうですよね。そう、こうやってでパッと止まって座ってですね、普通だったら多分あのもしですよ、もし私であれば、それだけゲームで大儲けしたもののこうなってしまったら、もうゲームからはちょっと足を洗って別の世界に行こうかなとか思うんじゃないかと思うんですけど、それはなかったんですか。うん、それはなかったですね。なかった。次の時代に行くためには次の時代、そう、人に作らせる、自分で作ろうということで、自分で作る、だからソフトを作る会社で作ったでしょ。その時にあのすごい融資をしてくださった方がいらっしゃるんですよね。そう、あの斉藤いう会社で、あのインベーダーを彼が作った会社ですよね、はい、とにかく20億貸し合うから20億なんとか何かしろよということで、20億辻元さんに託すからってことですか。そうで、いやそんな20億買っても返せないから1億5000万貸してくれたらいいよということでね。で1億5000万、うん、それでね開発機材買いましてね、コンピューターを。それで結局ソフトの開発をやりだした。今日は思い出のアルバムもお持ちいただいたんですけれども、古いアルバムですね。1960年。そうですね、はい、これ高校の卒業アルバムですか。そうです。その定時制高校を出らした時、あ、寄せ書きです、うん、ここに辻元さんの言葉が、あ、ここですね。逆境とは誇り高き人生なり、辻元慶三。これ18の時にお書きになったんですよね。そうみたいですね。いやいや、やっぱりご自身が中学校の時にお父様亡くなられて、そうですね、まあ、大変苦労された中で出てきた。そうですね、やっぱりその一日を、うん、まあ二つの人生歩めるような、家が大金持ちやったら多分、うん、勉強して大学行って他のことやってるかも分かりませんよね。もしかしたら普通の一般企業に勤めて、ね、サラリーマンだったかもしれないし、ね、そうですね、多分そうなんですよね、うん、部活もされてたんですね。そうなんですよ。お、柔道。そう、5時45分から柔道やって、8時45分に終わって9時からやるんです。9時からクラブ活動ですか、うん、でもこの頃のなんかご自分に会われたらなんて言ってあげたいですか。だってその18歳の時の辻元さんは今のこういうまさか建造エステートでワインを傾けてるとは思わないわけですよね。いや、考えてみたら同じことやってるんですよね。夜に結局ゲーム作って夜になってワインやってて。あ、そっか、ね、ゲームとワインがお仕事と定時制高校。そう、ずっとですか。ずっとです、ね、ずっと働きすぎてもういいわって思われたことないですか。うーん、
そんなことはあんまり思ってないですけどね。やっぱりついかついやらんないことがたくさんあるしね、やった帰り際にはちゃんとやらんといかんし、いうこともあるし、自分一人だけじゃなくて従業員が言ってますからね。今でも息子さんにも会社一応社長は今息子さんでいらっしゃいますよね。2007年から3人とも息子さん、あの会社の関係やってらっしゃいますが、頑張ってやってますね、一番安心できることですよね。子供を自分から会社来てやってるんで、家族が弱いよりそういう形になってしまってるんですよね。で3番目はモンスターハンター作ってますからね、だからクリエイターとしてもトップクラスですよね。じゃあ彼はね、インベーダーの時売ってましたから、自分のところの自宅の応接のところのテーブルに応接間にあったんですか。さすがですね。それは喫茶店ではなくてちゃんとそれ用に作ってね。オリジナルの。そう。でもいいですね、辻本さんのお宅に生まれたらもうゲームばっかりしてって怒られることないわけですよ。いや、それはないでしょう。ないですか。もうやりたい方で。カプコの会社としての夢はいかがですか。これからどういう会社に。まあ5年10年やっぱりトップを走っとかないと、もうそこで落ちたら世界のやっぱり国際マーケットに出ていけないということになると思うんで、やっぱりそこにやっぱり力入れていかんといかんなと思いますけど、まあどういうことになるいうことは5年後にできたものを見ていただいたら分かると思いますね。逆境とは誇り高き人生なり。18歳の時の思いを貫きながら世界一のゲームメーカーであり続けたいと話します。そんな辻本さんの目指す先とは。会社は大きく成長したけれど、どんなにスケジュールが立て込んでいても必ず開く社員とのイベントが2ヶ月に一度ある。社員の誕生日会だ。1年に一度は直接話す機会を絶やさない。社員のやっぱりその考え方とかレベルとかいう世界がやっぱりよう分かるんです。世界で戦わなきゃいかん、やっぱりいろいろ面構えがやっぱり増えてきてね。社員への思いを形にしたい。そこからある施設が去年生まれた。社員たちが子育てしながら働けるようにと、本社から近くの場所に保育施設カプコン塾を作った。いずれは小学生向けのアフタースクールや塾を併設し、社員の子どもたちに学習支援をするという。今年2月にはある事業への本格参入を決めた。国内での e スポーツ事業。今やゲームは e スポーツと呼ばれ競技となった。2024年のパリオリンピック・パラリンピックでは追加種目にと期待が高まる。最後に聞いた。辻本会長が考えるリーダーとは。やっぱり目的を持って、まあ、人が集まってね、ものを作るときにその目的に向かってやっぱりちゃんとねコーディネーションして、やっぱり目的まで引っ張っていく人のことをリーダーというんじゃないでしょうかね。